スプイジートラットは Adobe i n d イン n を組版エンジンとして使用したスパイシーソフトが開発、販売する Windows 版の自動組版ソフトである。スパイシーソフトの自動化ソフトにおいて、スプイシリブラックスが固定レイアウトへのデータの流し込みを基本的な考え方としたのに対し、否定系レイアウトのページものを作成することに主眼を置いた自動組版ソフトである。スプイジートラットは その名の通り、トラディショナルを DTP に取り入れたもの。すなわち、電算車色の組みコマンドでの入力を可能とし、入力組み修正というワークフローを再活性化することを狙っているものである。約200種類の組みコマンドのイメージを外字として供給。スクリーンキーボードやダイレクトキーにて通常の文字入力と同じに入力ができる。 インディスインの文字パレット、段落パレットの基本組版機能をコマンド化したため、インディスイン操作との違和感が小さい。インディスインのスタイル属性である段落スタイル、文字スタイルを最大限利用し、そのスタイル設定を呼び出すということが基本なので、段落や文字の属性変更といった修正が容易に可能。ページものには切っては切れない、ページ要素である柱、ノンブル、 すめ、中など、インディスインの機能を大幅に拡張して、実際のページもの処理に対応。リスト、見出しといった、通常、多用する、組版機能も、インディスインの機能を拡張あるいは新設。枠は、固定枠、不動枠、成り行き枠、移動枠に、写真などの枠をグルーピングする場合に使用する、グループ枠を用意。しかも、枠の鳴き分かれに対応。枠には、画像、 テキストが張り込み可能。段落の溢れ処理にも対応。オーバーセットを平たい状体で詰め込み処理可能。作品キーで作品、目次に利用する文字列、ノンブルをテキストデータとして書き出すことが可能。ユーザーの自由な作品、目次処理に利用可能。ありがとうございます。